11月3日祭日ですが、和歌山南漁協さん、夕方の位置で浜地からタチウオ、大きな見事なタチウオが上がっております。こちらは串本で養殖しているスマですが、田辺漁協では、天然物が上がっております。そして紀州名物のイサギ、生きのいいのがたくさん広がっております。そしてこちらに来ますとウツボです。ウツボもたくさん上がっております。これから寒くなってくると鍋にすると美味しいですね。ウツボの唐揚げなんかもいっぱいのあてに、おっと一匹脱走したのがいてます。